ヘルマン・ルート・ビヒ・フェルディナント・フォン・ヘルム・ホルツは、ドイツ出身の生理学者、物理学者。1821年ポツダムにて生まれる。父は、哲学教師、母は、アメリカ、ペンシルベニア州の創立者、ウィリアム・ペンの子孫であった。1838年、ベルリンのフリードリヒ・ビル・ヘルム医学学校に入学。医学、生理学のみならず、科学や高等数学を学んだ。 1842年、無脊椎動物の神経繊維と神経細胞に関する研究により、学位を取得。同年、軍医としてポツダム連隊に配属。弊社の中に研究室を作り、実験を行った。ここでの研究が認められ、1849年、京ニヒソベルク大学生理学教授に就任。1855年本大学生理学教授。 1858年、ハイデルベルク大学生理学教授。1871年、ベルリン大学物理学教授を歴任した。1887年以降は、シャルロッテンブルク国立理工学研究所の理事を兼任。19世紀半ばのドイツ科学を代表する科学者として多くの弟子を輩出した。例えば、ハインリヒヘルツは、 ヘルムホルツの指導の下電気力学に関する研究を行い、後に電磁波の存在を証明した。日本人の弟子として田中翔平がいる。ヘルムホルツの研究は物理学から生理学まで多岐にわたる。ジェームズ・プレスコット・ジュールが言ってきた熱の仕事同僚に関する実験をもとに熱力学の第一法則を導き出した。1847年。 この成果をベルリン物理学会にて論文、力の保存についてとして発表。マイヤー、ジュール、ウィリアム・トムソンと並ぶ、エネルギー保存則の確立者の一人とみなされるようになった。さらに、熱力学に関する知見を科学に応用し、K の全エネルギーを自由エネルギー、温度、エントロピーに関連づけることで、化学反応の方向の決定を可能とした。この研究は、 ウィラード・ギブズも独立していっていたが、発見者としての栄誉は、ギブズ・ヘルム・ホルツの式として、ヘルム・ホルツ、ギブズ双方に与えられた。生理学の分野では、生理工学、音響生理学における貢献が大きい。トマス・ヤングが、かつて提示した光の三原色に関する理論を発展させ、残像の色彩や、色盲についての説明を可能にした。音色は、 学音に含まれる倍音の種類、数、強さによって決定されることを明らかにした。また、母音に含まれる振動数と静動の形による共鳴音との関係に関する理論を打ち立てた。また、内耳が音の高さと音色を感知する機能について説明する理論を打ち立てた。その他、流体力学において渦の運動に関する数学的原理の確立。 電気二重層の理論など多くの分野で重要な貢献をした。プロイセン科学アカデミーによってヘルム・ホルツメダルが創設された。ありがとうございます。